ディレクタープロデューサーの池田からまたメールが来まして、それでなんかまた懲りもせずおすすめの映画とか言ってくんのかなみたいな、ね、こと思って開いたら、離婚が成立しましたって書いてあって、でその離婚に関して今日のこのラジオから、もう全然バンバン触れてくださって構いませんみたいな、ね、今隣に座ってる、プロデューサーディレクターその当に池田の隣に座ってるミキサーの岡部は今聞いたんだよね。すっごいびっくりしたでしょ、すっごいびっくりしたでしょ。なんかね、俺ちょっと前にちょっと神さんと揉めてるみたいな話を聞いたわけです。神さんと揉めてるって話を聞いて、でその時になんかその、プロデューサーディレクターの池田が、あもうちょっと離婚も視野に入れてみたいなことを言ってるからさ、俺そういうことって、まあ、ある意味大きく言うと恋愛の相談みたいな人に受けたことがないからちょっとワクワクしちゃって、これでそのなんだろう、こういう間違いっていうのはおそらく高校とか大学の頃にもうちゃんとみんな経験してるんだろうに、俺はそういう友達とかそういう浮ついた話が周りにほとんどないから、なんか変にそのプロデューサーディレクターの池田の肩を持って、それはその池田の言ってことは正しいよみたいなことをすごい言ったら、その後ちょっと和解しそうになるじゃん、和解しそうになったのよ。そうするとなんか俺だけ悪者みたいな感じになるじゃん。だってそっちはなんか言ってみりゃそのかみさんのね言い分も正しいみたいな空気になるから、なんかこれ損しかしねえこんなもんと思って、こんなものの相手にしても損しかしねえと思って、しばらくさあのどうなったのか気にはなったんだけど、何も聞かないでずっといたら急にね、そのね情報解禁みたいなメール来てるわけ、なんかね今日からね報道協定の方がみたいな感じのやつが来てるわけ、なんか興味ねえよ。月曜ジャンク伊集院光る深夜のバカ字から、ああめんどくさいよね。でまたさ、よくわかんねえんだけどさ、こっちはさ離婚っていうことを経験したことがないからどういう感じなのみたいな、まあ、興味ないって言ったの言った後になんだけど、ちょっと そこには興味あるわけ。離婚をするにあたってやんなきゃならないその作法みたいなのあんじゃんね。なんかその向こうのご両親に挨拶行くのとか、結婚は行くけどさ離婚はだってねえやっぱいませんみたいなの言うの、なんかお嬢さんをくださいの逆の質問でやっぱいりませんみたいな、向こうのご両親には言うの言わないの、それは道理が通らないよ。それはだって向こうのご両親には返却、お前ツタヤの前に置いといたから返したことになるのかよ。ツタヤの入り口にと、まあ、ところにお前の借りたさねえ13人の資格を置いたら返したことになるのかよ。どういうたら会いづらいよね。たまに思うもんね。たまに今うちは全然離婚の危機、おかげさまで離婚の危機が、池田さん全くじゃ離婚の危機がないんですよね。だけど俺普通にラジコを通じて和歌山も結構危険だよなんかこれね、まあ、最近特にさそのかみさんの実家の和歌山の方に行くことが多いから、その和歌山のそのご両親、俺婿養子だからさ、婿養子な上に、まあ、さらに強い、ちょっと待って、婿養子、いやなんかその池田がプロデューサーディレクターの池田が離婚してかみさんの実家に別にその挨拶に行くわけでもないっていうのはなんとなく想像つくわけね。だけど俺の場合婿養子じゃん、もし離婚した時にその何わかんねえけどその蔦屋の前にカセットをおっぽっとくみたいな、あの DVD をおっぽっとくみたいなやり方 OK なのかな。わかんないけど離婚ってさお互いの合意じゃん、お互いの多分合意があれば離婚できると思うのね、それは想像つくよ。でもさ俺その結婚の上に余計なものとしての養子縁組入ってるんだ。そうするとさ離婚はしたけど養子縁組はそのままとかあんのかな。でもありえるぜ、なんか手続きちゃんとやらないとそっち行きですよみたいなやつあんじゃん。これ解約しましたけどみたいな時あんじゃん、なんかそのキャンペーンでやってるやつで今日この携帯契約した上にこっちでやってるこれの会員になってくれたらみたいなんじゃん。それからネットとかでもなんかついでにこのアンケートのメールを受け取りますかみたいな、なんか買い物ネットの通販でそのエロいビデオとか買い物した時になんかついでにそのこの
ウェブマガジンを受け取りますかみたいなやつを適当になんかもともとデフォルトでハイになってて、そのチェックを取らずにやったやつのそのメインのエロサイトは全然俺も関係なくなってんのに、離れてんのに、そのメルマが延々と来んだけど、人妻交際情報すげえ来るんだけどみたいな、ああいうのあるから、離婚した時に養子縁組の場合とかどうなんだ。まあうちは心配ないからいいんだけどそこでもその実家行った時にすごい思うもん。なんこうご飯をすごいみんなで食べてる時にすごい、まあそのお金払ってくれたりとかも含めて割と優しくしてくれるわけね。ケン君はこれ好きだったよねなんて、そもそも考えたら何でもね、他人のくせになんで俺がこれ好きなねかどうかとかまでとか思ってするわけね。不思議な感じがするわけだから、別に挨拶とかしなくてもいいよ、死んねえもんね、なんか別に死んねえもんね、そっち側のことに関してはね。だからさ、なんかえ財産分与とかあるわけ、うわなんか俺すごい興味あるんだよ。やっぱりね、楽屋だと聞けないんだよね、たまにシュンとするから。お前が情報解禁でもうなんか喋っていいとか言ってるから、俺言ってんのにも関わる、何かあるとシュンとするんだよみたいな。財産分与とかああいうのあるわけでしょ。これねすごく興味あるのがさ、ね、プロ野球とかにまず入るじゃん、すごいピッチャー、何ビッシュとかの話、具体的に何ビッシュの話かは別だよ、何ビッシュかは別のこと、そしてそのまあこれはさ、すごいさ、そのね、世間から言ったらひどいこと言ってるのかもしれないんだけどさ、あの例えば結婚する前から1億円稼いでる人とかいるじゃん、結婚する前から10億円稼いでたりとかするじゃん、それで結婚するじゃん、でそのまま10億円稼いでるとするじゃん、ずっとで離婚しても10億円稼いでるとするじゃん、でもそうでも結婚期間の間のその10億円に関しては5億円はかみさんの手柄みたいな、まあ考え方としてはまあそういうことでしょうな、一緒にそのかみさん専業主婦で支えたらなんかうまくなっていかないんだよね。あとこれはまあ、ヒントは元体操のメダリストっていうだけで、芸能活動やってホリプロにいたっていうヒントしか出せないけど、何谷君かは言えないけど、そのまあ何谷君2人いますからね、あの兄弟でいますから、まあメダリストの方ですよ、まだ誰にそそのかされたのか選挙出てまあまあまるまる失敗した方ですよ、まあ池谷君ですけど、その俺その子供の養育費みたいのもよく分からなくて、なんつうのかね、結婚したと離婚した時にそのマックスの今お金稼いでる時のその状況で養育費の話とかをするじゃん、養育費の話を例えば してで、そうするとさ、まあ、どっちの立場でも子供に罪はないからさ、子供に罪はないけど子供はもともと真っ白なもんだからって考え方にするとまたちょっと見ややこしくなるんだけど、その時の親の経済状況によってどうやら養育費変わるみたいで、その時にすごい稼いでると養育費すごい高いらしいの、すごい高い設定になるらしいんだけど、でもなんかその子供をきちんと育てるためにお母さんがちゃんとしてるのに使ってもいいらしいんだよ、てか分けられないじゃん、その子供がその子供が二十歳超えてたりしたら養育費いらないから、まあ変だし、まあある程度の年いってるとこれが子供が使ったかどうかみたいなこと分かるけど、あすごいちっちゃかったらさね、子供が使ったかどうかがすごい難しいじゃん、母乳の出をすごく良くするためにフォアグラ毎日食ってたところでだよ、これは分かんないけど子供のためだって言われれば子供のためじゃんか、分かんないけど、でもそのただお父さんが2兆とか稼いでた、何千億とか多分子供の取り分になる、子供の養育費になる、でも世間にはさ月手取り15万だけど頑張って子供育ててる家とかもいるわけだから全然育てられるじゃんね。でしかもさ、そこで決まった相場に合わせてまた多分裁判とかやると変わるのかどうか知んないけどさ、元お父さんって絆が変わんないまでもその、戸籍上は元お父さんの状況になるわけです。
それこそ稼げなくなっていっちゃったりする、それ払うの大変だったりとかするじゃん。そういうのどうなってくの。じゃあもともと10万しか稼ぎがなかったら養育費は250円でもいいのか。そういうのよくわかんない。それでうちもその池田のとこもその子供がいないから、そこに関してそんなややこしいことはないっていうかなんだけど、犬はあれもともとうちのそので飼ってる犬の子供を池田のとこに行ってるから、だから今の感情で言うと犬の養育費はうちに来る。だってそういうことはうちの子だから、あれはうちの子だから、あもう分かんないけど、その俺が幸せでいないと、そのおまんとこにいるあの犬は幸せな感じしてないと思うから、である一定の額はうちに振り込んでくれないと、ね、犬の養育費はもう振り込んでくれないと困るってことが一件と、あと思ったのがさ、離婚ってさ相当よく結婚とかが性格が合うからで離婚が性格の不一致とか言うけど、離婚の方がよっぽど一致してないとできないじゃん。そうだよね、離婚しようか嫌だよっていうのが性格の不一致ってことだもんね。そういうことだよね。離婚しようかしようかしようよみたいのはそんな性格の不一致じゃないもんね。どんな感じになるのなんか。敵でしょ急に。急に敵でしょ。向こうはだってもう何とも思わないわけよ。向こうもまあ情はあると思うけど、もう別れるって決まっちゃったら、そのお金の話とかすごいシビアな話するわけでしょ。よく聞くのあれらしいですよ。男性の方がそれでもお前幸せになってくれよみたいにしてちょっと引いて、女性はそれはそれっつってちゃんと真ん中の弁護士が取ってるケースが多いみたいですよ。まあ僕は揉めれば揉めた方ほど何週も喋ることがありますからそれは全然いいんですけども、大変だよそれでさ、まあ、まあこうやってバッテ入ってくるわけですよ。今週なんかないみたいな話ない、今週なんか前らの周りは面白いことあったのみたいなことを言うわけ。そしたらさ、まあ池田がその調子ですよ、離婚が成立いたしまして、これでまたあいつも考え、どんな顔していればいいのか、多分そっちもそんな分かんないでしょ、こっちも分かんないけどさ、そっちもそんな分かんないでしょ。でそうすると、まあ、選択肢として残るのは明るく話すなわけ。結果明るく話すから、まあなんだかんだね、これ僕独身ですからみたいなね、また一緒にこう旅行に行ったりみたいなこと言うんだけど、切ない。こっちはもう切ない、それが分かるから、むしろそのフラットよりちょっとギア上で入れてこようとしてるのがもうバレバレだから、もうなんつって、ああそうなんつって、もうその話早々と切り上げて、俺新しいコーラが出るたびに違うよと思ったけど、ペプシのドライは悪くないねみたいな、どうでもいい話をするほかなくなるわけね。甘くないコーラとは聞いたけど本当に甘くないんだよね、でもかつうまいよねなんつって、20本よく俺はあの話をしたなっていうぐらいコーラの話をするじゃん。それでうちはそうするとそのAD の金子くんとミキサーの岡部さんっていうのは基本その、毎回毎回こう使い捨てのスタジオを建てたりしてるんで、その機械とかがもうレバーとかも1回でダメになっちゃうやつだから、ね、全部それ付け替えたりとかするんで楽屋に一緒にいなかったりするんですけど、でそこにいるのがこの構成の渡辺なんですよ。構成の渡辺、お前今週なんか面白いのやったのとかって言うわけですよ。そうすると俺も渡辺がさみたいなトークできるわけじゃないですか。ねその時に言った渡辺が、去年私が孤独死したおじさんを発見した話したじゃないですか、ね、知らねえよこんな話、ショックだよそれ今聞いて。なんかこいつ連絡取れて、俺その話ここでしてないよね、結果ね。その時にちょっと報告、その時もそんな感じだったんだけど、実は先週発見しまして、で、ね、悪いけど俺が最近なんかあったって話の中にラジオでしづらいやつを含めんじゃねえよと思ったものの、そんなショッキングなことだからやめてたんだけど、なんかね、構成のその前座って渡辺くんがなんか連絡取れなくなっておじさんがいて、でそのおじさんがどうやらどこにいて、またちょっと周りにご迷惑をかけてるらしいみたいな話になって、ちょっと見てきてくんないかっつって、見に行った人が いて、違うわ、大家さんがまたその迷惑かかってんぞって言いに行ったら、すいませんっつって土下座して、ずっと土下座したまま頭を上げない感じなんだけど、そういう形でもうカッカンになっちゃったんです。それが渡辺君がその身内として確認に行くみたいな、行ってっていう話をしてて、外周期でしてね。
それをどうトークすればいいんだよと思って。でそもそもこっち側からしたらさ、なんか最近ないのなんつってることなんていうのは、それなりに面白いのあったら喋りたいんだよっていうね。うちの今日抱えてるマックスのネタがね、デブもここまで来たら終わりだなって。あ、おとといかな、花丸うどんで僕がすごい前好きだった青唐醤油うどん、青唐醤油うどんっていうちょっとね、刻んだすげえ辛い青唐辛子の醤油漬けみたいのをその薬味として冷やしたうどんに入れて、それでまあ、そのうどんに対してお前は店員の指入ってたんじゃないかみたいな難癖をつけて、最終的には高級中華を食べるね、そういうね、どうしてくれるか難癖をつけて、まあ、その青唐醤油うどんが俺はうまいんだけどメニューがなくなっちゃったよみたいな話をして、不思議なもんでああいう話一回するとさ、すっごい俺が好きだったことになって、それがいっぱい一人歩きしてる。そうすると俺こんな性格だからすぐどうでもよくなる。で正直もうかなりすぐどうでもよくなってるんですけど、で毎年なんかこういくつかの店舗であれが実はまた限定でやってますんで、情報がこう自分が入ってます。でまた始まったらしいんですよ、その花丸うどんで、その青唐醤油うどんが。それでまあどうでもいいんだけども久しぶりに食べてみようかなと思って、でうちから近いと池袋に花丸あったらって池袋に行ったんだけど、池袋の花丸うどんって割と最近できたんです。割と最近できて、2階なんです。階段登って2階にある。でそのすぐ横に丸亀製麺があるで、これは1階なんです。2階に上がるのがめんどくさいっていう理由で結果丸亀製麺でもう丸亀製麺で普通にうどん食ってる途中で、あーせっかくだから青唐醤油うどん食えよかったなって思ってる、その何この低たらくっていうか、もうデブにも程が。だってもともと花丸うどんに行こうと思って池袋まで来た。それで丸亀製麺の前通って、これで花丸うどんと思ったら、そうだよここ2階だよ、コンビニの2階なんだなと思って、階段登るのめんどくせえと思って少し引き返して丸亀で、あと丸亀製麺で起こったことのすっごい面白いことは、いつもあそこ行くと僕おろし醤油うどんとかまあ食べるんです、夏場は。でおろし醤油うどんつって、でそうすると普通にうどん茹でて出てきたやつとね、それからあと横に小鉢に入った大根おろしも出てくるでしょ。でそのまま横にセルフのカウンター並んで、まあ、ごめんね芸能人の子セレブの昼ご飯の話言っちゃって想像もつかないと思うけど、もういろんなその天ぷらが並んでるのを好きにトングで取っていいっていう、まあセレブはみんなそういうスタイルでやってますんで、通ってレジに行ったらレジの人が見て、この大根おろしすりたてですか、知らねえよと思って、こっち側からそんな知らねえよと思って、知りませんって言って、ちょっと多分不手気味だったと思うんですけど、ちょっとなんていうの苦笑い気味の、知りませんよそんなのつって、あはあつって終わったんだけど、なんか今はその丸亀製麺にはすりたておろしうどんと普通のおろしうどんがあるらしいわけね。で俺そんな知らないで頼んでるから、そういう風に聞き返されてちょっと悪かったなっていう、俺がちょっとイラッとした顔して悪かったなっていう、まあそれが今日僕の持ってる一番面白いトークこのくだりが一番面白いトークだから、すごいお前らからの情報が大切なのにもかかわらず、片方は離婚してるし片方は1年前に発見した変死体に関する法事の話を延々と俺に楽しそうで、お前は身内でお前はなんかそういうのなんか乗り切った上で喋ってるからいいかもしれないけど、俺怖えし俺すごい怖えし悲しいしさ、そんな高橋優でだがために金はなる、俺なったら喋んのな、曲紹介を読むのな、俺な離婚ってさ
どんな感じでなんのね、なんかさ、自分の想像するやつとかってさ、なんかちょっとした喧嘩の時にさ、じゃあもう別れるしかないよねみたいな、ね、別れるしかないよねみたいな時に、ちょっと大げさに言ったかなと思ったら、まあ向こうとかがそんな言うんだったら別れた方がいいんじゃないみたいな感じが俺の思うやつだけど、そういうのってあったとしても、一晩とかなると、まあなんとなくもやもやってなるじゃない、なったりとかするでしょね。そういうんじゃなくて、ちゃんと冷静に継続しないとちゃんと離婚ってならないわけよ、今のやつを。俺それがもうめんどくせえから、あの昔から、その俺そういうとこ本当に自分でバカだから、たまにそういうとこ俺バカだからって、そうですよね、兄さんバカですよね、台の手入れるやついるけど、そいつはすごい許さないからあのそういうとこはまた別のことだから、ね、そういうとこバカだから、もう結婚したあたりから結局夜中の12時になったら俺が謝るみたいなルールを決めてあって、それなんでかっていうと、あの怒り慣れてないから、何怒ってるか俺分かんなくなっちゃうんだよね。そういうので最初の喧嘩からわーってなってくる。で夜中ぐらいになってくると、俺もう何なんだかが全然分かんなくなってくるけど、とりあえず一応その思い出せる10分前のテンションから言うと、このテンション継続だなみたいな感じになっちゃうから、なんかその時報とともに俺が謝るみたいな決まりが、まあ漠然とあって、でこれはずるい、自分でもその人が言うほど、こういうのを言うとね、それこそ深い話とかで例えばこういうことを、言わせてもらうと、なんかいい旦那に聞こえるけど、こんなひどい話はなくて、一切だから反省したことはないよ。一切その喧嘩の原因に関してちゃんと反省したことはないよ。だって決まりだからと思ってこっちは謝ってるから、決まりだからっていう理由で謝って、でいて、向こう側はとりあえず向こう謝ったからっていう理由だけでこっちも悪かったっていうようなことで、とりあえずまあうちはなんとかまあなってるんだけど、なんかその離婚ってある程度冷静な喧嘩でなるよね。でしかもその旗から知らないよ、お前の家の中は。旗から見てる限りは、あのプロデューサーディレクターの池田の家庭はそれほどの問題とかは、だってあいつ飲んだくれてなんとかみたいなことはあんまないよ。俺たちが知らないだけなのかな。ただ俺たちの前でまず裸になるの嫌がるんだよね。だからそのところに何があるのか知りませんけれども、なんかああいう家で離婚ってなった時に、どういう感じです、弁護士とか出してくる、弁護士とか挟まない、弁護士とか挟まない、でもでいても、こう大体のこと決め事はしても、離婚の、いやまあなんとなくお互い円満な形で財産分与みたいのも済んだ。奥さん、不服の申し立てが3年までです。一旦ちゃんと離婚が成立。お前何勝手に CM 打ってんの、今の本当の情報でしょうか。あの財産分与 あの不服申し立てって3年できるでしょ。で離婚が汚い、とても汚い。